ウィーンにあるルター派、シュタット教会オーストリア、福音主義教会アウクスブルク信興告白派は、オーストリアにおけるルター派福音主義教会である。現地では、エヴァンジャリッシュ・キルヘイ・ビーイン・オストライヒという、短縮された略称が、一般に使われている。この教会名称にある、アウクスブルク信興告白は、ルター派における重要な、信興告白文書である。 その設立は神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世による1781年の宗教官僚令発布に遡ることができる。2019年現在、オーストリア、福音主義教会アウクスブルク新興国白派は、オーストリア共和国全土に196の教会共同体を有し、271.296人の教会員がいる。 神聖ローマ帝国のオーストリア地域において、マルティン・ルターによる文書が1520年代において、ルフしていた。とりわけ、ウィーンとブレスラウにおいて盛んにルフされていた。1524年、カスパー・タウバーがオーストリアにおける、最初の福音主義殉教者として処刑された。1555年のアウクスブルクの和議によって、根本的な意味での宗教の自由が守られたが、 しかしながら、福音主義信仰の実践は許されなかった。オーストリア貴族と両方都市の多くの生願が出されたが、オーストリアでは、反宗教改革政策が一層強められた。1577年に、ルドルフ2世は、ウィーンにおける、福音主義教会の礼拝、学校、さらに家庭礼拝をも禁止し、翌1578年には容認されていた。 ウィーン郊外ヘルナルスでの福音主義教会の礼拝も禁止した。1600年以降になると組織的な文書が行われた。ルターの文書が他の地域から密輸されるようになった。ローマカトリック教会のミサ出席が領民に義務付けられ、福音主義の教説はオーストリアにおいて非合法化され、福音主義の信仰は地下で守られた。 厳しい宗教弾圧が行われた結果、ザルツブルク地方の福音主義信徒は故郷を追われ、プロイセン王国へ移住した1781年10月の、ヨーゼフ2世による、関与令発布によって、アウクスブルク信仰告白と、第二スイス信仰告白をよりどころとする、福音主義教会共同体を形成することが初めて、可能になった。当時において、 500人か100家族前後が福音主義信徒の加減とみなされた。しかしながら、関与令において制約も残り、オーストリアの福音主義教会は街道において、教会等を持つことは禁じられた。1781年から1785年の間に、オーストリアで48の福音主義教会が設立された。 とりわけ、シュタイアーマルク州のラムサウアムダッハシュタイン、オーバーエスターライフ州のバートゴイザーナム、ハルシュテッターセ、ゴーザウ、ベルストウィーンに建設された福音主義協会が重要である。1785年末で107.000人超の福音主義協会信徒が、スイスライタニエン地域と呼ばれるオーストリア帝官僚において登録されていた。19世紀に入ると、 オーストリアにおいて、福音主義教会は、多数の教会、学校、病院等を設立した。1848年以降、教区共同体教席母管理に関する規定が、確立した。1861年4月8日、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世によって、新教徒管要令が発布された。この直令によって、 福音主義教会は初めて条件付きの法的同格性を得た。教会組織は4段階構造になった。19世紀後半、オーストリアの福音主義教徒周辺において、新教徒が主体となって成立したドイツ帝国に、オーストリアを結びつけようとしたドイツ、民族主義運動が盛んになった。ローマからの分離運動という枠組みで、ドイツ民族主義、 およびゲオルク・フォン・シェーネラーの反ドイツ運動等の大ドイツ主義の影響を受けた約3万人がローマカトリック教会から福音主義教会へ改修した。1918年にオーストリア・ハンガリー帝国が崩壊し、福音主義教会は後継国家オーストリア共和国と共に歩むことになった。オーストリア福音主義教会アウクスブルク信仰 国白派という名称で運営されたが、1938年のアンシュルスによって、オーストリアがドイツ国の構成部分となり、1939年から1945年はドイツ福音主義協会に統合されていた。オーストリアの福音主義協会は、戦後の1949年に新教権を制定した。 第二次世界大戦後、オーストリアの福音主義協会は約8万人のドイツ系難民を受け入れた。1961年に福音主義協会の法的地位に関して完全な法的自由権を得ている。オーストリア福音主義協会アウクスブルク信仰告白派は第二次世界大戦後に女性牧師の認職を認めた。礼拝時における。 同性愛者夫婦への祝福も可能である。オーストリア福音主義教会アウクスブルク信仰、告白派は、ルター派の一致信条書にある信仰告白文章、教会の信仰告白であるとみなしている。ルター派の一致信条書は、古代教会の三つの基本信条に、ルターの大小教理問答、シュマルカルデン上皇、アウクスブルク信仰告白とその弁償。 和教信条から構成されている。同時に、バルメン宣言を、教権全文において言及しており、従って、オーストリア福音主義協会アウクスブルク信仰、告白派は、バルメン宣言を、信仰告白文書と扱っている。ルター派福音主義協会信徒の住民構成費が、高い地域は、ブルゲンラント州、ケルンテン州、 シュタイアーマルク州に51.005人の信徒がいるが、リーツェンブン・ラムサウアム・ダッハ・シュタインは住民の過半数が信徒である。オーバーエスター・ライヒ州とザルツブルク州にまたがるオーストリアの観光地であるザルツカンマーグートにも多くの福音主義教会信徒が暮らしている。オーストリア全体では国民の3.5%が福音主義教会信徒である。 以下の地方自治体では、福音主義協会信徒が過半数を占めている。約200の協会共同体において6年の任期で、共同体の役員が選出される。牧師も、常勤職として、協会共同体役員会のメンバーになる。協会共同体役員会に課せられた職務の中心は、協会共同体長老の選出であり、会計監査役の選出。 協会共同体予算案と決算の承認も共同体役員会が担う。協会共同体長老は共同体役員会から選出され、牧師も自動的に加わる。長老は共同体役員会あるいは牧師に委ねられた職務以外の協会共同体の運営全般に関与する。予算案の作成、選挙の実施が長老の主な職務になる。 長老は、教会共同体の代表として、全体協会総会議員に選ばれ、教会総会に出席する。牧師の職務は、教会共同体内の霊的指導を担うことである。長老から選出された、教会共同体管理人とともに、牧師は外部に向けて、教会共同体を代表する。教会共同体を構成する、教会員は、 牧師職務の担い手を選ぶことができる。オーストリアでは大半の教会共同体において牧師は一人であるが、都市部の大規模な教会では複数の牧師が置かれている。オーストリア福音主義教会アウクスブルク信仰、告白派は7つの教区で運営されている。教区はオーストリアの州区分に準じている。フォア,アールベルク州。 クラインバルサータール地方のミッテルベルクにあるヒルシュエッククロイツ教会はドイツのバイエルン福音ルター派教会の飛び地の扱いになっている。フォアールベルク州にはヒルシュエッククロイツ教会以外のルター派福音主義教会は存在しないため、ルター派信徒はフォアールベルク州のブルーデンツ、ブレゲンツ、ドルンビルン、フェルトキルヒにあるオーストリア福音主義教会、 第二スイス新興国白派の改革派協会、共同体の礼拝に出席している。すべての教区には、霊的指導者としての教区長が存在し、責任者として運営管理している。ニーダー・エスター・ライヒ福音主義教区のラース・ミュラー・マリエンブルク教区長は、男性同性愛者であることを明らかにしている。ミヒャエル・カロカ監督オーストリア。 福音主義協会アウクスブルク信仰国白派の組織は各段階にある協会会議の議決によって運営される。協会運営指導は協会総会、高等参事会、監督によって担われる。ルター派のオーストリア福音主義協会アウクスブルク信仰国白派は改革派協会のオーストリア福音主義協会。 第二スイス新興国白派と共同して、オーストリア福音主義協会アウクスブルク新興、国白派イコール第二スイス新興国白派を形成している。ルター派と改革派福音主義協会の上部組織として、オーストリア福音主義協会アウクスブルク新興、国白派イコール第二スイス新興国白派は、広報上の遮断である。この協会組織において、 管理運営に関する問題が提起されている。その結果、この二つの福音主義協会は共通の教権を制定することになり、宗教家授業と教会税を共に運営管理している。オーストリア福音主義協会やウクスブルク信仰、告白派は上部組織で改革派と共同しているが、あくまでもルター派協会としての独立と信仰を維持しており、合同協会ではない。 オーストリアにおいて、ルター派の、オーストリア福音主義協会アウクスブルク信興、告白派は、改革派、第二スイス信興告白派よりも22倍も多い、圧倒的浸透数を有している。教会の管理運営部門である、オーストリア福音主義協会アウクスブルク信興、告白派事務局は、ウィーン市18区、ゲルストホーフ地区セベリーンシュライバー通り1から3に、ある。 福音主義センターと呼ばれている建物内にある。この福音主義センターには全種がある。1958年、福音主義女子学校がウィーン・シベーリングの高級住宅地地区にあった大規模な指定の土地と建物を取得し開校した。1970年に福音主義女子学校内の庭に福音主義センターが建設され、 オーストリア福音主義教会アウクスブルク信仰告白はじむ局がそこに入った。2002年に増築も行われ、従来の福音主義センターに新館が加わっている。福音主義センターは現在、ウィーン・クレムス教会立教育大学の敷地に含まれている。この教会立教育大学では、福音主義進学によって宗教家教師が養成されており、 さらに福音主義教会説教セミナーも開催されている。2007年、福音主義会館に欧州福音主義教会連合委員支部が置かれた。礼拝の概念はギリシャ語のラムダアルファタウローイプシロンアルファに由来し、神による法師が語源になる。ルター派福音主義教会の礼拝は、ローマカトリック教会のミサとは異なる強調点を持つが、 オーストリア福音主義協会アウクスブルク信仰、告白派の礼拝式分は、ラテンゴミサの影響が色濃く残っている。A 礼拝開始と祈祷 B 選挙と信仰告白、C 生産式、派遣と祝祷。ありがとうございます。